よし、メイジです。どうぞよろしく。BGS、皆さん、楽しんできたでしょうか？僕はね、今年も福岡に封印されてたんで、ファンタジーライフアイ楽しかったよっていうポストをね、指がふやけるまで加えながら見ていたわけなんですが、見てる限りは1年前よりいろんなところが進化してるっていう声が多くて、完成が近いんだなって感慨深くなっております。ということで今回は去年より進化したファンタジーライフアイ CU のポストや、TGS 直前に投稿されたバカデッカーな探索ガイド、それに加えて TGS の番組レベル5からの挑戦状、あとは我らがゲームウィズの先行プレイ映像などから新しい情報を見ていきたいと思います。なお、この3つはね、映像の仕様が怪しいのでスクリーンショットや文字だけの説明になることをご了承くださいな。まあ、気になったら元動画を見てくると一番いいと思います。では早速行きましょう。まずは内定キャラ、ホーク。風の流れを読むことができる狩人。時々ね、自分に酔っておかしな言葉遣いで喋るんですが、その実力は確かなものですね。かなりナルシズムなキャラになるんですが、やるときはやるか系キャラっすね。声優炭治郎とかやってる花江夏樹さんですね。次、たまげものがね、めっちゃ出てます。ブラックウルフ人形、ほんわかフラワー、どんぐりコロリンボトル、かわいい、もろこしかかし、コックパンプキン、たおやかこいのぼり。ブラックウルフ人形がファングさんなんじゃないかとか、見た目や名前である程度予想はできそうな感じしますね。ただ、僕はね、ファンタジーライフオンラインキャラは詳しくないんで、これじゃないかみたいな、ピンときたキャラクターがいたらコメントでご教授ください。次、CU で登場したキャラクターには全員 CV がついてたみたいです。フルボイスっていうわけではないんですけど、その話しかけた時の反応とか、戦闘に入った時に一言喋ってくれる感じでしたね。次、マウントに乗ってる間はパーティーキャラクターが消えるみたいですね。僕の記憶が正しければ、前作はマウントに乗るとパーティーメンバーっていうのは速度が足んなくて、画面外に出てはワープしてっていうのを繰り返してて、まあかわいそうだったんで、そこは良かったですね。次というか、かわいそうつながりで、あらゆる CU 映像で無視されているモニカさんがちょっとかわいそうでしたね。ただ斧を振るってるシーンが映ってたんで、前作よりは身体の調子が良さそうな感じしますね。次、内定モンスター、サンドゴーレム、グリーンスネークシュ。ベイは本当にベイでしたね。で、ベイの奥にいたコウモリ系。この辺がまあ、新モンスターかなと思いきや、あとは、グランキマイラ。CU でもね、戦えたらしいですね。続々と見知ったモンスターが出てきております。なんつうか、新骨格というか、新種族っていうのは少なめなんですかね。あとは、居眠りドラゴンがめちゃめちゃ強化されてて、めちゃ手応えがありそうでしたね。映像を見るのがまあ一番わかりやすいんですけど、移動しながら旋回ブレスっていうのがね、マジで強そうでした。あと CU の映像を見てて思ったのは、蘇生後の無敵時間がかなり少なそうだなっていう、リスキルめっちゃされてたなっていう印象でしたね。そこだけ直ってたら嬉しい感じです。次、操作関連。操作方法は現段階ではこんな感じらしいですね。ファンタジーライフリンクと少し戦闘操作が変わってるかなっていう感じですね。ZR ボタンだけなんか持て余してるような感じがあるんで、ここをテンション技に割り振ってよかったのではとか思ったりはするんですけど、まあ慣れりゃあんま変わんないんで大丈夫でしょう。キーコンをね、昔のに変えれるようにできたりしたら嬉しいかもしれないですね。って感じで操作は少し変わっていたんですが、BGM は前作そのままでしたね。大陸の探索中とかはファンタジーライフアイオリジナルの BGM っぽい感じしたんですが、戦闘曲はアレンジも加わっていない昔のままリマスターって感じで、音質だけ向上させました。懐かしさにぶん殴られましたね。次、逃避アイテムのクイックスロットがかなり使いやすそうです。どのアイテムを使うか直感的なのも、昔のモンハンみたいにアイテムを探すっていうことがなさそうなのもかなり好印象です。ほんでグレンとホークと一緒に戦ってるところを映像で見たんですが、グレンはね、武器振りが遅い傭兵だったからなのか、あんまり攻撃を避けていない印象で、逆にホークはモンスターとの距離感っていうのもあると思うんですが、結構ね、要所で攻撃をかわしていたりしたので、一発一発が強い敵に戦いに行くぞっていう時は遠距離ライフのメンバーにすると強いかもっていうところは思いましたね。しかし倒れまくる推しキャラをひたすら蘇生して介護しまくるっていうのも楽しそうだなとか思ったり。ほんで蘇生関連ではこれ、 NPC 同士でね、起こし合ってくれてます。これ素晴らしいです。前作では自分が狙われてる時に蘇生しづらいっちゃありゃしなかったので、自分が耐えてる間に起こしてくれっていうタンク行為ができるのは結構ありがたいです。次、クイックライフチェンジの仕様が判明しました。これね、便利は便利なんだけど、だけど勝手に切り替わるのは個人的に嫌だなと思ったり。こっから先はね、きっしょい解雇中がね、ぬるいと出てくるんですが、前作では木こりなら木こり、
採掘なら採掘でライフを変えることで、できることややりたいこと、つまり生き方っていうこと自体が変わってたんですよね。生き方はライフミッションでもいいし、取りたい素材がある、取りたい材料があるでも何でもいいんですが、そのライフにしかできないっていうのを謳歌できた。それが今作勝手に切り替わってくれる。じゃあ最終ライフなくてもよくねって思っちゃった。詰まるところほとんどこれと一緒の状態なんですよ。ファンタジーライフの木こりや採掘師、追試ではなくサバイバルゲームの木こりスキル、採掘師スキル、釣り師スキルのようになっている印象。職業に性能がついていっているのではなく、プレイヤーに性能がついてきているっていう感じ。これ伝わるかな、ごめん俺の言葉足らずやけど。でもね、でも今作は今作だし、前作と違うし、そもそもオープンワールドやし、この機能なかったら絶対不便だし、前の動画で言ってた、いや実装してくれてもありがとうございます、これは本音です。でもクイックライフチェンジは王とか、その手動を選択できるか、ライセンスが一定以上に上がった時にクイックチェンジ解放とかにしてほしいなと思います。その便利を追求しすぎてて職業感が薄れてるなってね思いました。まざれ事なんで流していただいて、次最終ミニゲームの時にメンバーが応援してくれますね。嬉しい。応援されてる時は魚にデバフっぽいのが入っていたり、主人公にねバフっぽいエフェクトが出てたりしてました。ツイッターではね、推しキャラに応援されたら死ねるっていうね、限界ファンタジーライフ民が多数発見されておりました。次、モンスター最初アイテムから武器道具がドロップしております。これもね個人的には反対かなと思ってるんですが、さすがにドロップ品より自分で制作した道具の方がクオリティが高くなる仕様になっているはずなので、開発の意図としては通常プレイではドロップ品もうまく使って仲間に渡したりして攻略をしていってねっていう感じで、まあ僕みたいな、やっぱファンタジーライフは自分で制作してなんぼだよねっていうファンタジーライフ民は、変わらずに自分で作った方が強いのができるからそっちで頑張ってねっていう感じじゃないかなと思ったりもしましたね。制作ライフを絶対に経由しなきゃいけないっていうのを緩和しているんだけれど、変わらず制作ライフを経由した方が強いっていうのは残してある。なので新規の方も既存のファンタジーライフプレイヤーも両方満足できるような感じに仕上がっているっていう印象を受けました。次、ビッグアイテムの自動回収&その場開封。これもね便利になった枠なんですが、確かにめんどくさいところもあるんだけど、持って帰るまでのハラハラが楽しかった。運搬さんに持ってって鑑定してもらうっていう行為がファンタジーいる世界で生活している感があって良かったんですけどねっていう感じで、ツイッターでは悲しんでいる声がちょくちょく見受けられましたね。オープンワールドな関係上、運搬さんをその辺にポツンって置くのも良くないし、24時間働かせるっていうのも労働基準法的にどうなのかなっていう感じなんですかね。次、体験版のマップはこんな感じです。全体マップから見たらこの辺の範囲ですかね。まあ、10分で回りきれないっていう方が多かったので、そういうのから逆算してもかなり大陸の全土は広そうです。それにまだ洞窟エリアとかも隠れてるはずなので、まだまだ大陸のポテンシャルは秘められています。そして10分間の試遊の終了の時はこんなメッセージが出ておりました。気になる単語がありますね。そう、体験版。これってどうなんでしょうかね。私有ってさ、私有台をプレイしてくれてありがとうみたいなさ、そういう感じのメッセージじゃないんかなとか思ったりするんですけど、これはもう体験版待ってていいよっていうことなんですかね。という体験版の話から一つ、ことづてのことづてなんで信憑性はあれなんですが、レベル5から出る情報をねいち早く広めてくれてる CCC さん、会合がねあったらしくて、そこで日野社長がファンタジーライフアイの体験版は必要性を感じていないみたいなっていうニュアンスのことをおっしゃっていたみたいなんですが、キャラクリエイターとかできてあわよくばデータ引き継ぎもできる体験版があれば欲しいです。体験版があって困ることはないです。この通りです。体験版を出すことはご再考お願いします。この通りで。次、前作の動画の訂正とかですね。まずは鋼鉄トーストスはファンタジーライフアイからの新モンスターではなく、ファンタジーライフオンラインからの内定モンスターだったみたいです。ファンタジーライフオンラインはねもう点でダメなんだ、すいません。でこの誰の子、アバター説が濃厚とのことですね。前のムービーにも映ってたりしてたよって言われて見に行ったらいました。可愛い服装が増えてるね、やったってことで、ここは一つ矛を収めてください。ということで TGS 周りであったファンタジーライフアイ情報をまとめてみました。 TGS のレベル5の番組はかなりその寄ってたなっていう感じは思ったんですが、まあ動いてる様子が見れたのでとりあえずは満足です。なんかねビジョンの時はねファンタジーライフアイがトレンドに入っていたり、 TGS では整理券を発行しなきゃいけないほど並んでいたりと、かなり波に乗っているファンタジーライフアイ。しかも
評価がね、去年より多いし、好印象っぽいんで、正当進化してそうな感じがしますね。友人もね、去年より面白かったっつって、グレンとモニカが倒れてる画像と一緒に送ってくれたので、かなり楽しみになってます。これはもうね、完成が間近かと言いたいんですが、本当に4月に無事に発売されるまで、お祈りとお参りとお祓いと、ご利益がありそうなことを片っ端からしてきます。それでは今日の動画はこの辺で、ちょっと最近ね、突然の肩の痛みで動画の投稿が遅れちゃって申し訳ない。今、湿布が最高に効いている感じがします。皆さんも体をいたわってください。チャンネル登録、コメントを無限にお待ちしております。いつも応援してくれる方は、どうぞです。すみません。ほいじゃ、お疲れ様でした。バイバイ。